るぞ。へへ、ホリグルートです。イエーイ。なんですか今日は。いい加減にしてください。なんですか。ダメだよ。ダメ。もうダメだ。ダメ。なんだ。不細工すぎる。画面に映っちゃダメ。その辺なんかもう年末から今向けてマジヤバい。しかもお前の場合さ、元からブスとかそういうのじゃないじゃん。イケてる時はイケてる時あるのに、お前は手抜いてこのクソみたいな、いないこのクソみたいな前髪に。大体このジャージ何この、何マジで入んなのないじゃん。こんなのあるじゃん今。売ってないからこんなあるじゃん。何だけこれは。じゃあ七分だけジャージ。何それ。買ったのこれ。これファンにもらった。おいほらネットこじきでしょ。あーもういらない。ネットこじきってブスってネットこじき一番ヤバいでしょ。普通にヤバい。はいはい、下ももらいました。もう最悪だ。お前うるさいでしょ。ちょっとイエティして。黄色すぎる。あー痛い。今日は本当お願いっていうのが。そう、お願いやります。これはもう前々から言ってた、進めようと言ってた企画です。てつやイケメン化計画。いよいよだよ。もういよいよだな。ここまでにしよう。もう2019年はもうブサイクはここで終わり。いや本当に意味ないんだよ。ブサイクにいいことなんか一つもないんだよね。かっこいいければかっこいいでいいことしかないことは確かなのよ。まあ来週ね、東京で結構予定があるじゃん。まあ、その間東京でもう面倒くさがらず時間をめちゃめちゃ動かすようにして、はい、ありとあらゆるイケメンをうわー施してきてください。なんか今のうちにといて、俺のどこがダメなのか教えて。いやもう全部だもん。だってこんなさ、こびたねえさ、ネットこじきでさ、生活してるやつにさ、その大人の人もさ、お仕事を頼もうとかさ、思わんやん。東海の顔だよ、リーダーだよ。清潔感なさすぎるよ、普通に。イケメンとかいうレベルじゃないもん、マジで。ゴミだもん。ゴミ箱、ゴミ捨て場に捨てられてるやつなの、わからんけど。やめろ。せめてもの抵抗。よし、わかった。俺は、イケメンになる。おっしゃー。じゃあもう1週間ぐらいいいですか。まあそうだ、1週間、まあ、時間が増えてもしょうがないんで、ね、1週間でなるべくやっていきます。よし、それじゃあ東京に行ってきまーす。ということで東京にやってまいりました。てつやガチンコイケメン化計画最初の1個目はですね、普通に動画に向かって話してるとね、歯が気になると思うんですよ。なので今回はホワイトニングねしていきたいと思います。亀ちゃんどうですか、正直僕の今のこの歯。いやー、まあ、真っ黄、真っ白ではないですね。いや、真っ黄って、真っ黄まで言ったじゃないですか、今。いいんすよ、もうね、亀ちゃんいつも褒めてくれるんですけどね、それでも真っ黄まで出てしまうぐらいの現状ってのは分かってますんでね。本当に歯磨かないんですよ。綺麗であるはずがない状況の歯はね、一体どこまで綺麗になるか分かんないんですけど、今日はプラチナホワイトニングさんのところにね、来たので、ホワイトニングの方やってもらいたいと思います。じゃあ早速、行きましょう。それではお願いします。お願いします。じゃあまずはじめにですね、歯磨きしていただきます。おー久しぶりだなこれ。ここね。そう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 。真ん中右左って感じで歯全体に。あらえ？なんかすごい色ついてる。こんな感じですか？そうです。じゃあ行きます。オッケーです。これで10分。10分。なんかあったかいですね。じゃあここから2セットやります。お疲れ様でした。お疲れ様です。おー汚れがない。今これくらいですね。ほう、僕最初どんぐらいでした？目視ですけど、これか。あ、もう最底辺の歯から一旦まあ真ん中よりはいいぐらいの歯になったんで、時間があったら滞在中に隙を見ていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで歯が真っ白になったんですけども、まだね見た目的には全然変わってないということで、お次はこちらのトゥモローランドさんに来ました。事務所の方にお勧めしていただいた服屋さんでございます。見ての通りね、今僕はこちらのようなエビ中のグッズのクロックス、そしてファンにいただいたなんかわけのわからん丈の薄いジャージ、ファンの方からいただいたパーカー、これを着てね、実質エビ中のグッズしか買ってないっていうこと、超絶ネットこじき状態なので、これをなんとかしないとさすがにイケメンにはなれないのでね、今からここの中に入って僕の全身をかっこよくしてくださいというお願いをします。値段はどうでもいいんで、とにかく全身かっこよくしてくださいって言って、まとめて全部をねセットで買って、それは当日発表というふうにねしたいと思います。お店の中は取れないので、とりあえず行っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。かわいい。全身丸々試着して買いました。合計なんと17万。ただね、髪型がこれなのでまだちょっとイメージわからなかったんですけど、当日合わせてみてどうなるかって感じだと思うんでね、まあ、一旦こいつを武器にして頑張りたいと思います。明日もう一度頑張っていきましょう。てつやガチンコイケメン化計画1日目でした。バイバイ。はい、チーズ。おー、今ちなみになんですけど、はい、イケメンですか？え、わかんないです。わかってますよ、そんなこと。これからだから見ててくれよ。ちくしょう。
ということで2日目でございます。パッと見でね、どこにいるか分かんないと思うんですけど、早速ね、中に入ってここは何なのか紹介していきたいと思います。行きましょう。お邪魔します。おー、みゆちゃん、いらっしゃいませ。こんにちは、僕んちへようこそ。ということで、たのしもこさんのところに来ました。よろしくお願いします。正真正銘のガチホモです。お願いします。わかりやすいプロフィールです。いらっしゃいませ。どうもよろしくお願いします。相方のリュウキと申します。よろしくお願いします。今日ですね、ジンジャー君のために作ったフィッシュ&チップスじゃなくてチキン&ポテト。チキン&ポテト、はい、チキン&ポテト、チキン&ポテト、あんま聞いたことないです。はい、美味しいね、食べてみてください。あ、はい、ありがとうございます。いつもなんかやるもんなんですか。うちに全部食事つくんですよ。へぇ、お酒の中に全部含まれまして、バターで炒めて全部手作りなんで。うわー、うまそう。はい、こちらの3本指の手袋を埋めていただいて食べていただきます。手ハンド3本指手袋なんですけど、自分たちで開発。僕たち、はい、いろんなことやってます。名古屋の方、よく手羽先食べるんで、はいはいはい、手が汚れないようにいろんなことに使えます。いろんなことに、夜のこともやめて。おー、すごい。これ食べていた。すごい、これは。あ、美味しい。チキンもどうですか。手作りなんですけど。あれ、手作り。はい、しのさん、向こうになんかマックのゴミがいる。あら、あら、あら、すいません、マックでした。ジェイコさん、二人の中に出来上がっちゃってるんですよ、完全に。すいません。二人がなんか今から視力を上げてもらえるらしくて。はい、大丈夫ですか。うさんくさくないですか。あ、大丈夫です。ちょっとこめかみにジェル塗りますね。こめかみにジェル塗ることあります。なかなか出ない。ローションにしか見えないんだよね。ああ怖い。ちょっと振動いきますね。はい、大丈夫かな。これめっちゃきません。まだわかんない。あれ、なんかこんがらがっちゃって壊れちゃったのかしら。これはちょっと中止しましょう。つぶせでなんていただいてお願いします。お願いします。まず、ね、アシュラニアの全体の内臓のツボがありまして、そこを刺激していくことでリンパの流れが良くなって顔もちたくなって、はい、ですね。あとは骨盤矯正で足が伸びるんで、足多分3センチぐらいいけるんじゃないですかね。え、身長がってことですか。身長が。じゃあやっていきますね。お願いします。老廃物が流れていって、はい、後であのおしっことか、はい、全部濃くなっていくんですけど、それがこの今足裏痛い分の成分が全部入って老廃物として出るので。なるほど。いろんな方が来られた時にふざけてましたけど、今日絶対ふざけないね。普通にやります。お願いします。一緒に入れてください、はい。めっちゃ痛いけど、やっぱりめちゃめちゃ気持ちいい。あ、本当ですか。はい、でストレッチでねじれを強めていきますね。ねじれを。汗が吹き出してる。やばい。ちょっと見えるね。やばい。今日絶対ふざけないね。あれ、先生、先生、さっきおふざけなし。先生、今日絶対ふざけないね。おー、水かる。おー、ちょっとチョンパかけますね。あ、はい、上脱いでいただいて。はい、ちょっとヘッドマッサージでもお顔が結構ちっちゃくなるので。じゃあ神経もんだね。ジャップ火災抗がんマッサージの、はい、先生が来られたので。お、はい、僕ももちろんやるんですけど、はいはいはい、今日は特別に女性にやっていただきます。あら、そんな方がいるんですか。はい、あ、今この方ですか。あ、そうです。そうです。おー、すごい。こんにちは。僕と一緒に抗がんマッサージのジャップ火災の資格を取った石井のりこさんって言います。お願いします。よろしくお願いします。初めましてで、ね、顔を見る前に抗がんマッサージをされてしまう。すごい不思議な状況だ。ちょっと失礼しますね。やば、あ、またいけないことした。やばい、ドドスコ3秒前。今日絶対ふざけないね。今もだいぶ流したので、はい、ワンワンポーズでやって、はい、終わりです。キセさん、今人権ないっす。あ、どうでも抗がんが言いましたよね。ちょっとチャクラのエネルギーを波動っていうのをちょっと分け合うので、はあ、ちょっと一回ハグしますね。はいはい、うん、あー、チャクラがすごい。うん、あれチャクラ、この感触がチャクラってことですか。そうです、口のチャクラなんですけど。すげえ、めっちゃ今なんか本当に形あるみたいな。じゃあ最後に僕のことを思いっきりグッとハグしてください。え、これなんかこれ治療ですか今。これもチャクラの。あ、本当ですか。はい、今97です。多分今僕が食べてますよね。今日絶対ふざけないね。おお、すごいすごいすごい。来ました。来ました来ました。これ眼精疲労の疲れを取るんですね。中周波っていう目の疲れが取れたりとか、あと顔のむくみが取れて、小顔効果もあります。
キラさん、はい、はい、1個願いがあるんですけど、何ですか？一緒にアトリエとドスコやってくれ。あ、やばいやばい、病気だし、今日絶対ふざけないんで。変わりますね、やっぱり。おお、本当にこれいいですよ。お、あと10秒でーす。ドドスコ10秒前でーす。ドドスコが始まるんですか。お疲れ様でした。ありがとうございます。来たっていただいて、おーおー、え、超イケメン、めっちゃイケメンになってる、やばい、目がパッチリ、目がパーンって開いたということで、はい、小顔マッサージと小顔のマッサージとか目のやつとかいろいろやっていただいて、はい、どうでしたか。体の疲れは取れるわ、もう目バッチバチだわ、で、ね、いいことだらけです。よかったですよ。てつやさんと一緒にドドスコやりたいんですけど、いいですか。僕最近顔見せるんで。あ、はい。あーん、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ラブ中に。本物や。バンバン。東海オンエア。どこがやってる。今日は、てつやさんが来てくれました。嬉しい。あーん、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ラブシューにバンバン、東海オンエア。なにこれ、最後これなんだよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで最終日でございます。今僕はなんと渋谷に来ております。ちょっと人通りが多くてね、バレてしまっているのでちょっとこっそり撮ってるんですけども、もうやっぱり一番言われてたね、髪の毛、これだけなんとかすればもうなんとかないでしょうということで、コメント欄でも散々言われてたので、早速これを切っていただきたいんですけど、まあどこでね切るかっていうのは今からちょっと紹介します。早速行ってみましょう。今回切っていただくのはなんとこの方。あ、もう出てたか。遅かった。隠すの遅かったよ。ボールさんです。ボールさんです。ということで、なんとオーシャンに来てしまいました。はい、オーシャン東京で。なんとかなる、これ。まあそうだね、前髪はちょっと足らないんで、うん、ある程度、うん、うん、あ、まあ、今後伸びていくってことね。そうそう、今後伸ばしてってっていう感じ。まあ一応イメージは、うん、ちょっと事前に聞いてあるんで、はいはいはい、王道かっこいいでお願いみたいな感じで言ってあるんで、うん、まあそれ以上はもう知らないので、とりあえずもう任せっきりって感じですね。まあ、お任せで、うん、まあちょっと色もね、はい、あれなんで、うん、ちょっと今日は色も含めてただただ徹夜かっこよくするっていう、もう本当にただそれだけ。すごいドッキリ警戒してたから。そう、本当にね、俺が目離した隙に前髪金じゃねえかとか、バリカン持ってきてないとかね、本当ちょっと心配だったけど、お願いいたします。お願いします。このさ、めちゃくちゃおしゃれな場所って感じやん、うん、おしゃれな人がおしゃれになりに来る場所じゃん。ああ、はいはいはい。こういうなんかもう終わった人が来るパターンってあるの。いや、まあ終わった人っていう表現もあるけど。めっちゃおしゃれな人がちょっと整えに来るみたいなさ、うん、そのああイメージ的にね。そう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 、うん、まあ、全然大丈夫。おお、すげえ新鮮。あ、こんなだったら髪の毛ってね、髪の毛ってこんなだった。なんか絨毯切ってるみたいな。ここからかっこよくなるってとても思えないもんな。なるよ、それがすごいよ。どっからだってなるよ。どっからはごめんって思ってる。まだかっこよくないんで、ここはあ、まだ飛ばす。まだ大丈夫。まだモザイクじゃない。まだ大丈夫。あ、もしかしてちょっと片鱗、これ片鱗だね。ちょっと片鱗だよね。見えてきたでしょ。あ、待てよ、ちょっと片鱗かもしれん。これもう行った方がいい。モザイクモザイクモザイク、早く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 。よし。あ、やそれ言ったらやってくれる人、ね、あ、そうそうそう、裏で編集してくれる。誰が編集するの？ん？これ？俺。自分から。はい、というわけで、カットとカラー最後セットまで終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。おもちゃのチャンネルとかも下に載っけときます。ああ、ありがとうございます。僕も YouTube でこういう髪型、あ、モザイクかかってるのか。ヘアセットのやり方とかを動画で解説したり、美容師の傍ら YouTube もやってるんで、よかったら自信持って、じゃあメンバーに見せてきてください。愛知に帰ります。帰ってください。ありがとう。帰ってください。帰ってください。愛知に帰ります。バイバイ。一緒になりました。はい。いや、どうだったんだろうね。彼なりにめちゃめちゃ計画してたからね。そうね、結構変わったはずだね。動いてたみたいだね、はい。まだ家に来て哲也の姿を見てないんですか。はい、とりあえず入ってきてもらいましょう。はい、哲也くんお願いします。はい、はい、このメロンに包まれたね、隠し方がダサいけど大丈夫。大丈夫、勝負、これともない。大丈夫ですか。開けたらマジでイケメンなんで。おー、マジかよ。結構マジ俺楽しいなんだよな。じゃあいきます。はい、3、2、1。開け夢の扉。おお、おお、おお。
めっちゃ爽やかだ。爽やかだね。超爽やか。なんか懐かしい。懐かしいね。 YouTube 始めた頃の哲也の面影はある。うわ懐かしい。お前久しぶりじゃん。久しぶり。久しぶり失ってたんだもん。マジか。これは成功してますね。おお、成功してる、成功してる。本当に生まれて初めてレベルの美意識的なものが確かに湧いた。あ、へー。本当に意識でこんだけ変わるんだって分かった。そうなんだ。もう向こう行ったらホワイトニングも行こうかなみたいな気持ちになる。そんなに。ということで今回分かったのは、頑張れば天才はイケメンだった。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。おいしいしょ。おー映ってんじゃねえ。